皆さんこんばんは。チャンピオンフットボールです。このチャンネルでは選手や監督の歴史やエピソードについてご紹介していきます。今回は小国ウェールズから誕生し、その圧倒的なスピードで世界を驚かせてきた快速アタッカーのガレス・ベイルについて紹介したいと思います。ベイルはプレミアリーグのサウサンプトンからプロデビューを果たすと、その後トッテナム・ホットスパーでその快速を生かし大ブレイク。高額の移籍金でレアル・マドリードへ移籍すると、ウェファチャンピオンズリーグ3連覇などに貢献してきました。この動画ではそんな彼が今までどのようにキャリアを歩んできたのか、どのようなプレーをするのか振り返ってご紹介していきたいと思います。もともと左サイドバックの選手だったベイルですが、非凡な攻撃力を買われて、トッテナム時代にポジションを上げてからは左右のウイングやトップ下でのプレーが基本ポジションになりました。そんな彼の特徴として挙げられるのは、やはり類稀な身体能力から生み出されるスピードです。ベイルのスピードというのは身長が低い選手の速さとは違い、185センチという体格で一歩が大きいのにもかかわらず足の回転数が多いので、相手により恐怖を与えることができます。そして彼のドリブルは大きなスペースがあるところに蹴り出して自身のスピードを生かすタイプなので、相手が攻め上がったカウンター攻撃の場面でより脅威になります。さらにスピードに乗ったベイルにこれをやられてしまうと、フィジカルの強さも抜群な彼に接触プレーで勝つことは難しいので、相手ディフェンダーはなすすべがありません。他にもベイルはシュート力が異次元のものを持っており、かなり遠い距離からも抜群のキック力を誇る左足から弾丸のようなシュートや無回転のミドルシュートを決めてきました。このシュート力を生かしたフリーキックも得意で、ウェールズ代表では何本も理不尽な距離から直接フリーキックを決めています。そんなベイルに対して、トッテナム時代の恩師であるハリー・レドナップは、ベイルは強く長い距離も走れるし、フェイントもうまい、そしてシュート力もある、全てを兼ね備えている選手なのだと完璧な選手だと評価していました。1989年7月16日、ウェールズのカーディフという都市に二人兄弟の末っ子として生まれたベイル。叔父のクリス・パイクもプラムやカーディフシティでのプレー経験があるサッカー選手でした。そんな彼は幼少期からボールを蹴り始め、この頃から高い運動神経を発揮していたといいます。ちなみにこの頃はアーセナルのファンだったというベイル。その後9歳でサウサンプトンのスカウトから声がかかり、ユースチームへと入団してキャリアをスタートさせると、めきめきと力を伸ばしていき、14歳の頃にはなんと 100m を 11.4 秒で走るという陸上選手並みのスピードをすでに持っていました。そして高校進学すると、ベイルはそこでサッカー以外にも運動神経の良さを生かし、ホッケーや陸上競技、ラグビーなど様々なスポーツに親しみ、どのスポーツでも才能を開花させていたそうですが、やはり最大の目標はプロサッカー選手になることでした。その後高校を卒業すると、2005年7月にサウサンプトンのトップチームと契約を果たすと、2006年4月17日のミルボール戦で先発出場。この時彼は若干16歳275日という若さでのデビューで、クラブ史上2番目に若いデビュー記録でした。そして本格的にトップチームの戦力としてプレーするようになった2006-07シーズン、一気に才能を開花させて、イングランド2部でリーグ戦38試合に出場、5ゴール11アシストと17歳の選手とは思えない見事な数字を残します。そしてこの素晴らしい活躍により、2006年に BBC ウェールズのヤングスポーツパーソナリティオブザイヤーに選出、さらにはフットボールリーグヤングプレイヤーオブザイヤーにも選出されるなど、多くの賞をいきなり受賞することに。そんな中、シーズンオフに入るとプレミアリーグのビッグクラブがこの若きウェールズの才能をめぐって争奪戦を繰り広げると、最終的にトッテナムへの移籍が決定します。こうしてプレミアリーグの舞台へチャレンジすることとなったベイルは、移籍初年度から活躍を見せて、すぐに初ゴールを決めると、アーセナルとのノースロンドンダービーではフリーキックを叩き込んでいました。しかし2017年12月に行われたバーミンガム戦で、相手のムアンバからかなり激しいタックルを受けた結果、右足の靭帯に大怪我を負ってしまいます。この怪我によって残りのシーズンを棒に振ることになったベイルでしたが、クラブは序盤戦の活躍を見て能力に疑いの余地はないとして、新たに4年契約を結びました。その後なんとかリハビリをこなし、2008、9シーズンに復帰し、コンスタントに活躍を見せていましたが、ベイルがトッテナム加入後出場したリーグ戦24試合、約2年間にわたって勝利できていないというジンクスが続いていました。
その状態を見たレドナップ監督は2009年9月26日のバーンリー戦で4対0とトッテナムのリードで迎えた85分からベイルを途中出場させ、このジンクスを終わらせました。しかし今度は膝の手術をすることになり、2009-10シーズンの前半戦を欠場。この間に左サイドバックのポジションを奪われてしまいますが、2010年4月頃から調子を取り戻し、ウイングで起用されるようになると、この月はプレミアリーグの月間最優秀選手に選出され、最終的にはリーグ戦23試合で3ゴール5アシストを記録。クラブ史上初の UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献しました。このように新たなポジションで新境地を開拓したベイルは、2010-11シーズン、初の UEFA チャンピオンズリーグの舞台を踏むと、グループリーグのインテル戦、アウェー、サンシーロで衝撃的なハットトリックを記録し、全世界に彼の名が知れ渡ることになります。この時試合を観戦していた元ポルトガル代表のルイス・フィーゴは、本当にただただアメージングだった、と驚きを隠せない様子でした。結果的にこのシーズン、リーグ戦でもレギュラーに定着し、1シーズンを戦い抜くと、30試合の出場で7ゴール2アシストという数字を残し、自身初となる PFA 年間最優秀選手賞を受賞しました。そして続く2011-12シーズンもベイルの快進撃は止まらず、リーグ戦36試合に出場すると10ゴール14アシストとチームの攻撃の中心選手に成長。このオフにはチームが UEFA チャンピオンズリーグの出場権を逃したこともあり、移籍が噂されましたが、結局2016年までの契約延長に合意し、背番号も新たに11番を背負うことに。こうして新たな背番号で迎えた2012-13シーズンは、ウイングからトップ下でのプレーが多くなると、さらに得点能力を爆発させて、リーグ戦33試合に出場し、21ゴール9アシストとキャリア最高のゴール数で得点ランキング3位に入る活躍を見せます。そしてベイル個人としては PFA 年間最優秀選手賞、 PFA 年間最優秀若手選手賞、 FWA 年間最優秀選手賞と3冠を受賞し、プレミアリーグの中でも最高の選手になりました。しかしこのシーズンもチームは UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃すと、一気に移籍の噂が加速します。そんな中、2012-13シーズンがすでに開幕していた2013年9月1日に、スペインラリーガのレアル・マドリードが約1億ユーロ、約135億円と報じられた破格の移籍金でベイルを獲得することを発表。その入団会見では、他のオファーは頭になかった。マドリードでプレーすることが夢だったんだ。楽しみにしているよ。と、憧れのクラブでプレーできることの喜びを語りました。そして長年過ごしたトッテナムに対しては、難しい決断だったよ。でもマドリードにノーとは言えなかったんだ。トッテナムのサポーターには理解してほしい、と自身の決断に理解を示してほしいとコメントしました。こうしてレアルに入団したベイルは、トッテナムでは左ウイングでプレーしていましたが、レアルではクリスティアーノ・ロナウドがいたため右ウイングでプレーすることになります。その中で移籍初年度の2013-14シーズンは、デビュー戦でのゴールを皮切りに2014年4月16日のコパ・デルレイ決勝、バルセロナとのライバル対決となった試合で決勝点を決めると、5月24日に行われた UEFA チャンピオンズリーグの決勝では、アトレティコ・マドリードとの激戦の末、延長前半に決勝点を決めるなど勝負強さを発揮し、チームの2冠に大きく貢献しました。そしてリーグ戦でも27試合に出場、15ゴール13アシストを記録し、見事な移籍初年度を過ごしました。この調子を維持したかった2014-15シーズンですが、2014年10月にウェールズ代表の試合で肉離れを起こしてしまい離脱すると、その間に他の選手の活躍もあり、復帰後スタメン落ちを経験します。さらにシーズン後半戦には自己中心的なプレーが目立つようになり、ファンから批判を受けることに。結局このシーズンはリーグ戦31試合の出場で13ゴール9アシストと、1年目から数字を落としてしまいました。続く2015-16シーズンは、出場すれば結果を残していましたが、何度か負傷離脱してしまい、リーグ戦23試合の出場で19ゴール11アシストを記録しました。そんな中でシーズンオフに迎えたユーロ2016では、ウェールズ代表として初のユーロ出場という記念すべき大会に出場。そこでベイルはグループリーグ初戦にフリーキックを決めて、ウェールズ史上初のユーロ本大会でのゴールを記録します。その後もグループリーグ3戦すべてでゴールを決めて、決勝トーナメント進出を果たすと、準々決勝では強豪ベルギーを倒して、準決勝では敗れてしまったものの、初
初出場でベスト4という記録的な躍進の立役者となりました。この代表での活躍から戻った2016-17 シーズンは11月に右足首を負傷し手術を受けることになり3ヶ月の長期離脱となってしまいます。その後2月に復帰するもなかなかコンディションが上がらずリーグ戦19試合の出場にとどまり7ゴール4アシストと物足りない数字に終わってしまいます。このように怪我に悩まされることが多くなってきた中で2017-18 シーズンも前半戦は負傷の影響がありなかなか出場機会がありませんでした。それでもシーズン後半戦に徐々に調子を取り戻すとリーグ戦26試合の出場で16ゴール3アシストを記録。そして UEFA チャンピオンズリーグの決勝ではリバプール相手に歴史に残るバイシクルシュートを含む2得点を挙げてこの試合のマンオブザマッチに選出されました。このゴールについてベイルは後のインタビューで怒りだ、とても怒っていたんだ。僕はあの試合で先発するにふさわしい状態だった。その前にゴールも決めていたんだ。だからその怒りを脇へ置いておくのはすごく難しかった。と途中出場となった怒りが原動力となったことを明かしていました。またも勝負強さを見せて存在感を発揮したベイルは2018-19 シーズン移籍したクリスティアーノ・ロナウドの穴埋めを期待され開幕3試合連続ゴールなど好調な滑り出しを見せます。そして2018年12月に行われた FIFA クラブワールドカップでは初戦の鹿島アントラーズ戦でハットトリックを記録すると大会最優秀選手に選出されました。しかし2019年3月にジダンが監督に復帰するといきなり出場機会が激減してしまいます。結局このシーズンはリーグ戦29試合8ゴール4アシストに終わります。その後のオフにはジダンから対談が明日になるようならその方がいいと言われるなど来シーズンの構想外であることが明言されるなど両者の関係は最悪の状況でした。この状況で対談は確実とされていましたが結局移籍がまとまらずに2019-20 シーズンをレアルで迎えると開幕戦はスタメン出場を果たすもその後10月に負傷するとそこからはベンチ外になることも多くなり最終的にリーグ戦16試合の出場で2ゴール2アシストという結果に終わってしまいます。そしてこのオフも移籍の噂が絶えなかったベイルはついに2020年9月19日にトッテナムへの1シーズンのレンタル移籍が決まり古巣への復帰となりました。この移籍に関してベイルはクラブ公式のインタビューで僕がどれだけトッテナムを愛していたか、またレアルへ移籍する前にここでどれだけ素晴らしい時間を過ごしてたかは誰もが知っているだろう。とにかく僕はサッカーがしたかったし、どんな方法でもいいからチームを助けたかったんだ。とトッテナムへの愛情と自身がプレーしたかった状況が重なっての復帰だったと語りました。その中で彼は怪我もありつつ、しっかりと出場した試合では結果を残し、久しぶりのプレミアリーグで20試合に出場し、11ゴール2アシストという結果を残しました。しかし、トッテナムはレンタル期間終了後、ベイルを買い取ることはなく、2021年夏に再びレアルに復帰となった2021-22 シーズンは、シーズン途中からほぼ構想外となり、リーグ戦5試合の出場に終わりました。そして2022年6月1日にベイルは契約満了に伴いレアル退団を発表。自身の SNS でレアルでプレーするという夢を実現したい若者として9年前にここにやってきた。僕の夢は現実となりさらに多くのことを実現できた。このクラブの歴史の一部になることができてレアルの選手として達成したことは決して忘れることができない素晴らしい経験だった。とレアルでのプレーを振り返るコメントを出していました。これによりまだ来シーズンの去就は決まっていないベイルですがまだまだトップクラブでプレーできる実力があると思うのでこれからもそのスピードと得点能力を存分に発揮して活躍してほしいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。このようにこれまで何度も世界中のサッカーファンを驚かせるようなプレーを見せてきたベイル。そんな彼はサッカー以外の趣味としてゴルフがありウェールズの自宅には全英オープンやマスターズトーナメントのレプリカコースを3ホール再現するなどの本気っぷりを見せています。しかしその一方度重なる負傷の原因として休養をせずゴルフをしていると報じられたり本業のサッカーを差し置いてしまいファンから批判されることもありました。ベイル本人は近くでゴルフトーナメントが開催されているときにチャンスがあれば必ず見に行くよ、雰囲気、観客、天気も最高だとゴルフに対する深い愛情を語っています。そんなベイルですが本業のサッカーでもまだまだウェールズの宝として代表でのプレーを続けてほしいですしチャンスがあれば再
再びプレミアリーグでのプレーも見られるかもしれないので、来シーズン以降どこに行ったとしてもそこで怪我なく活躍できることを願っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。